皆さんこんにちは、ケイです。スペインのバルセロナに住んでいます。このチャンネルは夫婦チャンネルで、イタリア人の夫のクラウディオと一緒にやっています。さて、今日の動画は前回の続き、スペインの経済再開プランについてお話ししたいと思います。前回の前半動画では、ニューヨーク州の経済再開プランについてお話ししました。今日のお話は前半動画を見ていただいてからの方がより分かりやすいかと思いますので、もしまだ見ておられない方はよかったらこちらから先に見てみてください。それでは今日は次の内容でお話しします。スペインの現状、ロックダウンから6週間経ったスペインの状態です。外出規制や営業停止の日本との違い、ロックダウンによる失業、その他発生している社会問題、スペインの経済再開へ向けての動き、封鎖解除、飲食店についてです。まずスペインの現状について、情報共有したいと思います。日本で今行われている外出自粛とスペインで取られている外出規制は同じ外出を控えるということでも程度がかなり違います。ご存知の通り、イタリアやスペインでは特にひどい、コロナの感染爆発が起こって、そのためにロックダウン、国境封鎖、そして非常に厳しい外出禁止令が出されて、飲食店や観光施設等も政府により閉鎖命令が出て、スーパーや食料を売っている店、薬局以外はもう全部閉まっています。買い物に行くのも家族の代表が行くという感じで、家族で一緒に外を歩くこともできない状態でした。スペインではもうそれが6週間以上続いている状態です。日本の場合は法律上お願いベースで、個人の自粛や店舗の営業自粛という感じのようですが、スペインの場合、ある夜、突然テレビでサンチェス首相が非常事態宣言を出したかと思えば、もう次の日の朝にはどの店舗も閉鎖を余儀なくされるっていうぐらい急で厳しいものでした。街では営業している店舗をもう片っ端から警察が閉鎖させるという具合で、特に飲食店には開けようか閉めようかなどと店の経営者が選択する余地は一切ありませんでした。スペインの場合はすでに全国に感染者が広がり、感染者が毎日倍増しオーバーシュートし、死者数も膨らんで医療崩壊も起こしている状態だったので、もう一刻も早く全国の飲食店や観光施設などを閉鎖するということにもう抗う余地はありませんでした。イタリアがもうその1週間前にそういう状態になっていたので、スペインもまあいずれ来るだろうというふうには思ってたんですけども、非常事態宣言は日本のように出すか出さないかと、こう結構長い間マスコミで議論されるというような時間的猶予はなくて、もう突然出されて、もう強制具合も問答無用っていった感じでした。実際、スペイン政府は3月中旬から4月中旬までで、外出制限を守らなかった国民に対して、52万7000件以上の罰金を科しました。これは全人口の 1.12% に当たります。不要不急の外出に違反した市民には、日本円で1万2000円から12万円ほどの罰金刑が科されます。このあたりの様子や非常事態宣言による生活の変化については、1ヶ月前にアップしたスペイン非常事態下での生活っていう動画の中でお話しましたので、もし興味のある方は、こちらからどうぞ。日本では、店舗の営業禁止命令を政府が強いるんであれば、経済社会保障支援策もこうセットで出せっていうふうに議論されていましたが、スペインの場合は、まあ、これほど差し迫った状態だったので、経済社会保障支援策についての正式な発表は非常事態宣言が発令された2週間半後でした。非常事態宣言が出された日の次の週には、イベリア航空、ワンワールド加盟のエア・ノストラム航空、H&M、ザラなどで有名なインディテックス社など大企業が従業員のレイオフ、一時解雇を決定しました。イベリア航空に至っては飛行アシスタント整備の分野で全従業員の 90% を3ヶ月レイオフしました。ちなみにこのレイオフ一時解雇っていうのは日本ではあまり馴染みのない施策かと思うんですが、リストラとの違いは
レイオフっていうのは、会社の業績が回復するまでの期間中、一時的に従業員を解雇するもので、基本的には再雇用の可能性が前提です。それに対してリストラは企業の再構築を意味し、人員整理や解雇を意味します。スペイン政府は約23兆円の財政出動を決定しており、雇用を守るため3月末には事業主に対してコロナの影響で従業員を解雇することを違法と決定しました。コロナウイルスによる不可抗力、経済的理由、組織的理由、生産的理由で従業員を解雇することを違法としました。そして解雇の代わりに企業がレイオフの申請をしやすいように申請手順を簡略化しました。経営者は売上が下がっても、売上がゼロでも従業員を解雇できず、緊急事態体制が終わったとしても売上半減以下が予測される業種では特に動揺が広がっています。4月10日の段階でスペイン国内では150万人以上がレイオフを受け、政府から失業保険を受けることになっていますが、失業保険庁では人手不足で手続きに時間を要し、4月中に失業保険を受けられるのはわずか3万6000人とのことです。政府の従業員解雇禁止令にもかかわらず、3月には失業者数は30万人以上増え、リーマンショック時を抜き、一月あたりの過去最高の上げ幅になっています。失業者数は合計350万人以上です。またその他の社会問題として、厳しい外出制限により家庭内暴力 DV や児童虐待なども増加しており、4月初旬には DV の被害者がホテルなどの民間宿泊施設を利用できるように特別政令を発行しました。この政令には DV のほか風俗労働者、子どもたちも避難対象になっています。このように外出規制が長期化していくことで、経済への打撃だけではなく多くの問題が発生しており、ロックダウン解除へのプレッシャーも日に日に圧を増しています。スペインの感染者数や死者数の状況はどうかというと、4月28日時点で感染者数は22万人以上、死者数は2万3000人以上、100万人あたりの死者数ではイタリアを抜いてベルギーの次に死者数が多くなっている状態です。ちなみにベルギーの死者数にはコロナの症状が出ていて、コロナと検査で確定されていない人たちも含まれているそうですので、イタリアやスペインにはその数は含まれていないので少し差があるかもしれません。3週間前になぜ死亡率が国によって違うかという動画の中で、介護施設での感染拡大の有無が死者数に直接的に影響を与えるというお話をしました。まだ見ていない方は、もしよかったらこの灰色のところからどうぞ。先週、先々週とどんどん欧州各国の介護施設で、コロナ感染の実態がまとまって報道されるようになって、イタリア、スペイン、フランス、アイルランド、ベルギーではコロナ感染の全死者数の 42% から 53% が介護施設で起こっていることが分かりました。最も緩い施策を立てているスウェーデンですら介護施設での感染拡大が発生したため、今後介護施設や高齢者を守ることをコロナ対策の大きな柱に据えました。こちらスペインの死者数の推移です。スペインの死者数は、ピークが過ぎ、かなり減ってきたとはいえ、まだ1日に300人以上が出ている状態です。これは日本の2ヶ月の全死者数に近い数字です。まだ感染者数や死者数がこういう状態ですので、スペイン政府は5月11日まで非常警戒態勢を延長しました。これは市民にとって2ヶ月の厳格な外出規制、飲食店のオーナーには2ヶ月の営業停止命令を意味します。そしてこれは5月末までおそらく続くであろうと言われています。スペイン政府は非常警戒態勢は継続したものの、一部封鎖解除を始めました。例えば4月13日から建設業や製造業などの一部の部門の封鎖が解除されました。町のあちこちで中断されていた工事などが再開しました。そして4月27日から14歳以下の児童に対し、大人と一緒に自宅から1キロの範囲内で、1日1時間まで屋外で活動することが可能になりました。
公園の利用や玩具の共有は認められず、周囲と2メートル以上距離を保つことが求められています。そして4月28日、アンダルシア州やバレンシア州など6州の感染率が外出制限を緩める基準に達したと発表されました。基準というのは、市民10万人に対して感染者数が30人未満とのことです。そこでこれらの自治州が他の州に先立って外出制限を緩和していくとのことです。また政府としては今後数週間に観光業をできるだけ安全に再開することに関心を向けているとのことです。ですよね。観光業はスペインの GDP の 12% を占めますから、気持ちはわかります。もちろん大事です。けど、どこからの観光客を見込んでいるのでしょうか。謎です。旅行観光業、宿泊業は、このコロナ危機で最も売り上げが減るであろうと言われている業種です。感染リスクも非常に高い業種です。謎です。私はスペインに住んでいるので、この国のことを悪く言いたくないんですけども、正直なところスペイン政府の決定プロセスは最悪のシナリオに近づいている可能性があると思っています。経済再開決定プロセスでの最悪のシナリオとは、つまり政府が感染者数死者数を医療体制が耐えうるレベルまでに減らすっていうことに失敗して、それらの数字が依然高いままの状態が長期化して、本来は外出規制を継続しないといけないっていう状態にもかかわらず、政府が経済的に耐えられなくなって、あるいは経済活動再開のプレッシャーがもうあまりにも高まりすぎて、政府にも止められなくなって、仕方なしに死者数がもう増えながらもどんどん経済活動を再開するというシナリオです。そして人々がそれに慣れることです。経済活動をこのまましないと生きていけなくなるから、死者が増えてももう仕方がないと人々が思うようになることです。こうなるとこれからの1年でものすごくたくさんの人が亡くなって、中途半端な経済施策で多くの企業が倒産して、経済的にも困窮します。人々は死者がたくさん出ることも、会社が倒産することも、失業者が溢れることも、受け入れる以外の何もできない状態になります。今回のコロナ危機で、世界的に最もダメージの多い業種の一つとして飲食業が挙げられます。バルセロナの飲食業組合は、5月15日から再開規模、遅くとも6月1日にと主張しています。また、政府が全国のバルやレストランを利用することが安全だというメッセージを国民に対して発信してくれることが飲食業の営業再開にとって重要だとも言っています。でも安全なわけがないですよね。クラウディオもバルセロナでカクテルバーを経営してますから、私たちは飲食業サイドの人間です。飲食業の大変さや立場はわかります。営業停止が2ヶ月も続いてますから、それはみんな大変です。だけど、だからといって安全じゃないものを安全だと政府から人々に言うように期待するっていうのはめちゃくちゃおかしい話だと思います。できるだけ安全を確保するように努力して営業を再開するしかないですが、決して 100% 安全にはなりません。それは事実です。もしスペイン政府がこういった国民からの訴えをそのまま聞いて、長期的な国民の安全や経済活動の継続よりそれらを優先するなら、スペインはワクチンが開発されるまで感染者は依然多いままで、とんでもない人数の人たちが亡くなり、観光客は減り、観光業は長期で復活できず、地を這う経済状態になるでしょう。ただでさえここ数年でどんどん治安が悪くなっているバルセロナは、そうなればもう住むのに安全な街ではなくなってしまうかもしれません。仮に今のように毎日300人以上が亡くなっている状態を経済再開の基準の最下限ポイント、一番少ないポイントとして、今の状態で、あっても段階的に、封鎖解除を行っていくとすれば、それはこれより数字が下がることはないということを意味しています。また、
これからの1年で少なくとも10万人以上がこの国で亡くなるということを意味しています。これが今のスペインの現状と、経済活動再開に向けての動きです。スペイン政府の動きは決していい例とは言い難いと思います。どちらかというと、こういうのは避けましょうねっていう例かなと思います。というわけで、今日の動画ではスペインの現状と経済再開案についてお話ししました。次回の動画ではアフターコロナ、ポストコロナ、ニューノーマルと呼ばれるコロナ後の未来についてお話ししたいと思います。不確定要素が非常に多い今の状況ですが、今あるデータで、いくつかシナリオを立てて、半年後、1年後にどうなっていくのか、世界の様子について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。最後にクラウディオから一言。転んでも、からなず立ち上がろう。力を合わせて頑張ろう。以上、スペインからでした。